さあ続きましてフィギュアスケーターを応援する10キュフィギュアのコーナーです。先週注目した宇野昌磨選手と長村彩香選手、日本一を決める大会への2人の挑戦取材してきました。名古屋から北上して青森県の八戸市にやってきました。こちらで全日本ノービス選手権大会が行われます。地元愛知からはノービス A 男子宇野昌磨選手が出場。大会前に練習を重ねたトリプルジャンプを次々と成功させていきます。1位を目指したいと語っていた宇野選手、完璧な演技で見事優勝を飾りました。 A クラスの全日本で1位になれたのはすごく嬉しかったです。初めの公式練習ではサルコーやトーループが小さかったんだけど、うまく持っていけてよかったと思います。2位に20点以上の差をつけての圧勝でした。ノービス A 女子には長村彩香選手が出場。全日本という大舞台のせいか緊張した面持ち。目標は6位以内の入賞。いよいよ演技スタートです。緊張のせいかうまくジャンプが決まりません。結局目標の6位入賞は果たせませんでした。演技後のインタビューでは、2本目のジャンプをかけた時にちょっとコンビネーションがいろいろパニックっちゃって、たくさん横棒っていうか0点になっちゃったんで、もうちょっと考えて滑んなきゃいけなかったなと思いました。そんな状況の中でもあることにこだわり続けました。大きく動くこととそのジャッジ目線とかで、あとはもうレベル3をどうやったら取れるんだろうとかずっと思いながらやってました。それは大会前に必死に練習したストレートラインステップ。曲に乗せてダイナミックなステップを刻むことができました。もうステップだけはもう頑張ってやんないとって思ってやりました。ステップを武器にさらに大きな舞台での活躍期待しています。ちょっと結果が分かれてしまいましたね。そうですね。でもこの経験を糧に今後も成長を続けてほしいですね。はい、さて昨日ですがグランプリシリーズロシアカップから帰国した日本選手、安藤美希選手は優勝、小塚崇彦選手は2位でした。おめでとうございます。そして残念ながら5位となってしまった浅田真央選手なんですが、練習ではジャンプを飛んでいるということですからね、次の大会までたっぷりと時間ありますから調整をして、また素晴らしい演技見せてください。以上10キュフィギュアのコーナーでした。